静岡県では11日、新たに1,257人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。病床使用率は3割台が続いています。自治体別の新規感染者数です。最も多かったのは静岡市で298人、次に浜松市163人、掛川市86人、藤枝市、 78人などとなっています県全体では合わせて1257人で先週の金曜日と比べて82人減り2日連続で前の週の同じ曜日を下回っています浜松市ではオミクロン株の亜種 BA2 に17人が感染していることが判明しましたこのうち5人は感染経路が不明で市は 市中感染の可能性があるとしていますいずれも軽症または無症状だということです県内の病床使用率は西部で32.3%中部で33.5%東部で34.3%県全体では33.3%と30%台が続いています 重症者用は3人で5.7%ですまた新たなクラスターは2件確認されましたまた県は県内に適用されているまん延防止等重点措置について今の感染状況が続けば21日で解除できる可能性が高いとの見解を示しました